続いてもらいたいのは、何か表現している表現というのが形だろうね。形と表現の意味のないものはないですよね。そしたら意味があるというんだから、自分がやる形に、それ自分は自分に責任を持たないといけないじゃないですか。自分が形を表現しているんだろうが、その形は責任を持てますかね。責任というのは何か、やっていることが、自分で自分のやっていることが分からないというのは、責任が何か持てるわけないじゃないですか。こうやってたんです。こうやって。誰かに物をくださいって言ってるわけじゃないでしょ。何のためにやるんですか。探求というのは、すべてそういうことですよね。やる